皆さんどうもこんにちは、スペースモンキーズ裏庭バーベキューへようこそ。さあ、ゆるキャンという名でですね、今日もいろいろやっていこうと思うんですが、今日はね、ちょっとね、変えまして、いつもお肉焼いてるんですけど、今日はこちらラーメンうまかっちゃん、九州のね、お宝と言ったらこれだということでね、言われまして、今日はこれ作っていきたいと思います。で、これチャーシューの具材にトンタンを焼いて入れてみようかなと思います。それでは行ってみましょうか。それでは本日のゲストです、どうぞ。今日ラーメンです。それでは行ってみましょうか。行ってみましょう。レッツクッキング。玉江さん、今日はですね、飯盒、飯盒でラーメン作ってみようかなと思います。大丈夫でしょう。割と安定してます。じゃあまず水を入れてください。この水が沸くまで結構時間かかるな、おや。あ、でもそんなんでもないか。飯盒割とあれだね、高いね、背がね。じゃあ火つけるです。これが中本。さあ、もう10分ぐらい経ちましたけど、どうかな。あ、いい感じ、いい感じ。これやっぱ熱の伝わりが早いね、飯盒って。いいね、いいね。よし、じゃあまずは麺を入れていきます。うまかっちゃん、九州では有名なラーメン入れます。手で切ってるんです。ニラ、もう男料理でいいですか。はい、気をつけてよ。ハサミも必要だな。あ、いいんじゃない。あとはちょっと こんなもん入れときゃいいかな。まあ、入れた。次調味料、はい、そしたらこれも入れるの。これ入れてちょっと煮込みませんか。いいですね。ポーンと2つぐらい入れて、はい、これトロタンですよ、トロタン。でこれで一旦蓋を閉めましょう。いいかい、閉めるよ。はい、はい、あ、そうだ、卵入れた、忘れた。卵入れて、入れて、入れて、いいよ、入れていいよ。あ、入れた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 。閉めて。殻入ってないと思うけど大丈夫でしょう。さあ、そろそろいいのではないかと思います。開けてみましょうか、火を止めて。はい、どうぞ。開けるよ。さあ、うまそう。なんかこういうのな、あの亀五郎さんとこのネイチャーチャンネルで見たことあるけど、どうですか。肉はちゃんとできてる。あ、できてます。できてる。できてる。できてる。卵でも半熟だよ。いい？いいっすよ。熱いよ。ありがとう。ああ、うまそうだ。肉。どう？麺の硬さちょうどいいぐらい。ちょうどいい。結構煮ちゃったと思ったんだけど。うん、大丈夫。大丈夫？熱の伝わりが半合って早いね、思った以上に。この麺はきっと煮込んでもこういう麺だと思う。あ、本当？いい麺だね。うまかっちゃんが大人気な理由分かったね。うん、美味しいね。うん、肉はすかさず肉。歯ごたえよろしい。よろしい。や、柔らかい、柔らかい。柔らかい。あ、本当に、うん、よかった、よかった。柔らかいくて歯ごたえもちゃんと残ってる。食レポどう？え、なんて？食レポどう？ちゃんとできてる？できてますけど、ちょっとなんて言ったかよく分かんない。おお、いいじゃないですか。え、いただいちゃった全部。完食。そう、長いじゃんね。うまかっちゃんの麺は長いね。長い。あれだね、ずっと。長い、ほら、すごい長い。長いね。なかなか伸びても腰がちゃんとあるね。あるから。いただきます。今回は豚骨締めということで、いかがだったですか。美味しかったです。
肉もラーメンも良かったですね。うまかったです。次何したいですか？あ、食べていいよ先に。ステーキ、ステーキ。また、うん、また肉かい、うん、いいよ。じゃあ次回はステーキでお会いしましょう。以上、飯盒でうまかっちゃん作ってキャンピングラーメン作ってみました。次回はステーキ。さて、来週の裏庭ゆるキャンは、たまえステーキにチャレンジ、血糖値が気になり出す、たまえ遺族年金で豪遊の3問でーす。お楽しみに。